今日どうもお忙しながらありがとうございます。2部はのまともなステージをお届けしたいと思います。1部だけじゃあれ何が何だか分からないですから、本当にまあ人殺しになったようなもんですからね、もう世界に入ってる人々とかねたくさんおります。まあ今日楽屋見てでも本当つくづくね、私だけが真人間だなっていうふうに思いました。どっちね顔向けてもねそれは恐ろしいんだもん、だからずっとうつむいて私はお酒を飲んでおりましたけど、まああんまり体調いいと悪いステージになっちゃうのでね、昨日ちょっと少し体調崩した方がいいと思ってね、夜中にちょっと飲みすぎちゃってちょっと崩しすぎてしまいましてね、ちょっといまいちですけど、まあ会場行ったらの三上さんがリハーサル1時間半ぐらい歌ってるんだな、あれでまたさらに具合悪くなっちゃってね、私本当ねすごいんだもの、ニワトリがほら10匹ぐらい首絞められてる感じでね、もう参ってしまってね、いやいや力入るもんだなと思ってね、やっぱ自分の歌好きなんでしょうね。私なんかだとね歌ってる自分の歌うるさくてしょうがないもんね、だからね、いやちょっとやめた方がいいんじゃないかって自分でね歌いながら思うんだけどね、だから普段は歌いませんけど、三上さんなんかこう例えば私の部屋なんか来てるも夜中にああいう歌うからね、もう次の日から外歩きづらくってね私のね、じゃあ涼やかな音楽をお届けします。時代かがありますと茶色い戦争ありました、いく時代かがありますと茶色い戦争ありました、サーカス小屋は高い張り、そこに一つのブランコだ、サーカス小屋は高い張り、見えるともないブランコだ、頭逆さに手を垂れて汚れ木綿の屋根のもと、言わ言よ、いやいや言わ言よ、いやいや、それの近くの白い火が安いリボンと18、観客様は皆言わず、のんどが鳴ります、かじがると
野外は真っ暗、蔵の蔵、夜は高校吹けます、落下さん目のノスタルジアと言うよ行く時代感がありまして、今夜ここでの人さかり、行く時代感がありまして、冬はスプーン打ちました。